を乗り切っていきましょう。それではもう間もなくしますと、くまモンがやってまいります。答えられました。ありがとう。
こしたいのか、それとも嫌われずらしか、僕に会いに来たのって、そのまもに会いに来たのって、お兄ちゃん、あら、うん、ありがとう、クマも嬉しかね、ありがとうございます、ってね、よかったよかった、しっかり楽しんでいきましょうか。はいはいはい、ありがとうございました。ちょっともう一個聞いていこうかな、他に教えてくれる方、はい、そのから来たか教えてくれる方、お姉ちゃんよかですか？体斜め曲げと腕は重さになるバイター
左下から前正面、右下から前正面、1、2、3、4、5、6、体は太回すバイター、左3回して右3回す、1、2、3、4、足は戻して両足跳び、1、2、3、4、開けしめち開けしめち、1、2、3、4、おとなしゅう手足運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、ちゃんと深呼吸、そうにゃいきば吸い込んじから吐くわいた、7、8、1、2、3、4、下歯向かって前歯見て、今日も一日でけたしこ。ありがとうございます。ラジオ体操第1位でした。皆さんも一緒にありがとうございました。いや、なかなかね、いい運動になりましたね。クマもんね、ちょっとキラキラシールを。かですか、まあ、よかったね。キラキラしてる、本当すごい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 。怪我人出るよ、クマもんね。うかってなったら危ないけどね。そんな嬉しいと、シールが。よかったね。はい、ありがとうございました。さすが中学のマッチでした。ありがとうございます。よかったね、クマもんね。ちょっと見せてよ、シール。なんで、いいじゃん。いいじゃん。見してよ。なんでカモンばっかりずるいたい。うん、私のカードを振りかざけとったらね、そうね、つけてもらえるかもしれんけんね。カモンだけしおりけんね。そう、僕だけの特権みたいでしたね。わかりました。ちょっと皆さんもね、期間中はラジオ体操踊ってみないですると、うん、踊ってますのでね、ぜひちょっとキラキラシールがね、集まったね、ラジオ体操カードを見に来てあげてください。8月でまだまだありますからね。うん、あ、すごいね。よかったね、クマもね。あんなに嫌がっとったけど、やっぱ行ってみるもんでしょね。うん、僕のカードなんで、ね、そうそうそう。もう一瞬も見せてくれるかと。まあまあよかったよね。ちょっとクマモンゴーの間に見ますよ。はい、よかったよね。状態ちょっとね、ヨガ運動になりましたね、今日ね。皆さんもね、してくださってね。夏休みだけ、姉さんもお姉さんも思い出しました、夏はね。夏休みでなんか懐かしくない、なんかね、ラジオ体操ね、すごい私は、まあ、最近のことだったけど、懐かしいなって思ったよ。最近だったけどね、ついこの間だったけど、ね、うん、数えてますけどもね。うん、じゃあね、今日来てくれたお友達はね、今夏休み真っ只中ね、かもしれなくてね、うん、足元あそがんないね、クマもそがんなかった。うん、もうそしたら20だけどね、そしたらね、うん、そんなことないですよ。うん、違います。はいはい。そうそうね、そのお友達で、ね、今夏休みのね、お友達多いじゃないかな。ちょっと聞いてみようかな。今夏休みだよ、お友達。はい。お、すごい。ありがとうございます。楽しそうね。いや、よかね、夏休みね。どっか行きましたかね。どっか行った、友達。遊び行った、もう行ったって、ほら、うんうんってね、してくれてるよ。ねえ、ママ、どっか行った、遊び。夏らしいことしました花火とかさ。お祭りとかね。お祭り？お祭りしたの？あ、僕？あ、お祭りでみんなに会いに行ったよね。そうそうそう、お祭り行きました。くまモンゴさん、お客さんとしてさ、なんか楽しんだってことではないのね。花火は花火からシューってやった？まだしとらんと、あ、そがんねん。へえ、もしなったらね。バーベキューはとなる。バーベキューもまだしとらん。あら、プールはプール。
ちょっとこれ以上聞くとね、かわいそうだからね、ちょっと止めようかな、うん、まだまだちょっとなすか、ああ落ち込んじゃった。くまも大丈夫よ、そんなそんなね、宣伝もね、うん、熊本から今日皆さん来てくれたからね、熊本の夏の過ごし方、美味しいものちょっと紹介しませんかね、そうそう、皆さん楽しんでもらおうよね、うん、お願いしてよかですか、はい、うん、よかですか、はい、うん、夏の楽しみ方ね、いっぱいいいところあるんですよ、うん、こっち、うん、こっちあらららららら、くまもこれゲームしてるね、お友達ね、涼しい部屋でクーラーとテレビとそして扇風機ばつけておつまんでそれでよかった、ジュースも飲んでから、くまもまあね、楽しいね、涼しいのはね、うん、いいよ、うん、けどほら、ね、夏ならではね、それいつでもできるかいうん、いつでもできるよ、違うと、うん、なんで今しかできないイベントとかがありうると違う、そういうことじゃないね、うんうん、あ、ゲームはせな、うん、僕ラジオ体操違う、僕、うん、テレビの中になになに、あ、ごめん、わからん、何何ゲーム4月、あ、分かった、ログインボーナス、ログインボーナスかそう、ログインボーナスね、毎日ちょっとねガチャガチャが引ける石がもらえたりとかねするのをくまモンは目指して毎日ちょこちょこやってるんだと、うん、そうね、それは確かに、まあ、今しかできないには引っかかってるけど、夏には引っかかってないじゃない、ね、夏の熊本のね、いいところあるからね、うん、うん、そうそうそう、ゲームもいいけどね、うん、中ですか、よかったと、はい、皆さんも一緒に何してるか考えてもらってよかですか、うん、はい、ガチャガチャ、なんか開けるんですね、なんか洗ってるのかな、もう、もう何してるかな、お水お皿に入れて冷やしたの、おお、なるほど、氷を作ったのかな、今もこれは、うん、なんか取り出しましたね、はいはい、して結構かかると思うな、氷はね、ちょっと2、3時間見とったらいいと思うんですけども、それこそその時にログインボーナスばしなって効率的じゃない、うん、ただそこでずっと待っとくとそのままきつかるけどね、うん、氷は、うん、冷やして、はいはい、終わって、お、ワイルドですね、だいぶだいぶワイルドに、はい、してあー、じゃり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 、お、おーっていう声がね、聞こえましたね、お、うん、じゃり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 、うん、さあ、お山を作って、そうそう、そして、お、そしてそして、うん、なんかいっぱいかけて、うん、お山作って、もう一回かけて、ね、かけすぎじゃないかもね、えらいかけあるけどね、そして、はあ、あ、シロップかけました、練乳かな、うん、またかけました、はい、またかけましたいっぱいじゃない、ね、糖尿なるよ、クマもちょっとかけたらねよかった、いただきまーす、水の一口、うん、パクッ、冷たくて甘くて美味しいね、クマも正解はかき氷を、ね、作ったの、今日はね、水の日だもんね、そうそう、
8月1日は水の日といってね、そうお水がね、お水の日になっております。お水がお水の日でも分からんね。お水の日ですね。そうそう、熊本ね、お水がすっごい美味しいんだよね、熊本。やばいね、書き込みだけどね、いつもにいましてね、ちょっと頑張ってますから。はい、そうそう、熊本のね、美味しいお水で作ったかき氷絶品ですよね。熊本食べてますね。食べて。あらね、もうよ。でそうね、氷ね、涼しくなりますけど、食べ過ぎたらやっぱ小顔になるけんね。あら、キーンってきた。頭がね、そうよそうよ、痛くなるけんね。この間まんま変わらんけん、熊も。うん、そうなるから食べ過ぎたらね。皆さん食べるときはゆっくりね、急いで食べるんでね。そうそう、ゆっくり食べてくださいね。うわー、なるよなるよ、またシャリシャリのそのシャーベットみたいなやつも飲んだらなるよ、キーンってね。キーンってお、食べてしまったみたいですね、クマも。美味しかった。よかったね、クマも。ちょっとカードが、もうカードが限界を迎えてますが、クマも。預かってもらったことね。はい。クマも美味しかったね、かき氷ね。うん。ねえねえねえ、皆さん、熊本の水、うん。もう、うわぁ、お水飲んだって。美味しい、美味しい、そうなんだよね。熊本のね、お水、蛇口をひねれば天然のね、地下水が出てくるんだよね。そう、地下水ですか、天然のミネラルウォーターですよ。皆さんもね、ぜひ飲んでみてくださいね。そうそう、かき氷にしてもね、美味しいもんね。そうそう、そんな感じですよ、熊本ね。ぜひ今日はね、お水の日ですから、熊本の美味しいお水飲んでね、熱中症対策、そして夏の思い出を作ってみてはいかがでしょうか。寒かね、ちょっとね、寒なったね、熊本ね。うん、風でよかったよね、そうそう寒くなった。あ、よかったよ、ほら、熊本のいいところで、ね、一つ今日も紹介できましたよ。うん。あら、大丈夫で、ちょっと続けてよかですか。うん、頑張ってね、熊本ね。熊本ね、ちょっとお腹がちょっとゴロゴロとなってますけれども、うん、あら、皆さん、今日せっかくに来てくれたから、ちょっとお写真撮ってもらわない？クマモン。うん。ちょっと待って。うん。もっとお腹？あ、波があるんだね。そうね。今ちょっと。うわー、ね、あがいっぱい食べるとね、ちょっと。あ、今波を過ぎたみたいですね。お写真撮っていきましょうか。はい、じゃあ、クマも今から右、真ん中、左とね、3方向ランダムに抜いていきますので、皆様カメラのご準備よろしいでしょうか。はい、クマもね、素敵な方向たくさん撮ってくれると思います。はい、じゃあ、クマも波が来た。波が来たね。うん、大丈夫、うん、落ち着いて、うん、もしもの時は言って、もう本当にちょっとやばい時はね。はい、クマも見て、まずはどちらの方向行きますか。熊本から見て、はい、熊本から見て右の方々にポーズを取っていきます。熊本の準備よかですか。皆さんもカメラのご準備よろしいでしょうか。それでは行きましょう。せーの、はい、ポーズ。さあ、いいポーズが出ました。どんどん撮ってあげてください。あれですか、じゃあカウントダウンしようかな。せーの、5、4、3、2、1。 OK、 ありがとうございます。ではでは、熊本続いてどちらの方向行きますか。熊本から見てじっくり見てますね。熊本から見て、はい、右、左の方々ですね。はい、左、あ、大丈夫、スマホ。波のね、波
花見の登り坂に来たのかもしれない。熊もその気持ち分かるけどね、ちょっとお腹ゴロゴロなってね、痛い痛いなってる気持ち分かるけど、熊もちょっと今ほらステージ中で皆さんこうカメラ構えてくれてるからね、ちょっと熊もわあ、そのちょっと歩き方が生々しいからちょっとやめようかね、熊もね、何が早くすぎることを願って、はい、魔法から見る左の中方にポーズとっていきます。カメラのご準備よろしいでしょうか。それではいきましょう、せーの、はい、ポーズ、シャキーン。あー、キレのいいポーズが出ました。ワンダとってあげてください。さあ、クマモンね、ちゃんと目線を送っております。さあ、カウントダウンしようかな、せーの、ゴー、4、3、2、1、OK! 写真撮れましたか？クマモン、ちょっとまだ真ん中の方々いらっしゃるから、うん、あーじゃないか今のはちょっとやばかったかもしれんね。でもちょっと天を仰ぎ始めましたけどもね、うん、さあ気合い入れて最後真ん中の方々にポーズ取っていきます。カメラのご準備よろしいでしょうか。はい、それではいきましょう、せーの、はい、ポーズ、よかった、皆さんに会えてよかった、桃本が好きでよかったのポーズです。ちょっとお腹が心配なポーズではありますよね、うん、どんどん取ってあげてください。はい、じゃあカウントダウンしますね、せーの、5、4、3、2、1、 OK! ありがとうございます。皆さんお写真撮れましたか？バッチリですかね。はい、撮れたってよかったです。熊本で皆さんの携帯のね、あの思い出にも残りましたよ。そうそう、まあ、中継にするとね、いいことがあるかもしれないですけど、あるあるので、ね、いいことがあるっていうので、ね、ぜひ、まあ、中継にしてみてください。さあ、熊本、もうステージの時間で残りね、もう3分ぐらいになりましたよ、熊本。うん、ああ、急に数字聞いたらね、ちょっとね、大丈夫よ、熊本。最後、ちょっとさ、ダンスで盛り上がっていきませんか？ね、ダンス化していきましょうか。はい、じゃあくまモン、盛り上がるくまモンスクエアなんてどうですか？違う。はい、じゃあ、うん、何？ちょっと？ショートバージョン？違う。僕？ロングバージョン？カモンくまモン？はい、わかりました。カモンクマモンですね、皆さんと一緒に楽しめるところがありますので、ね、ぜひ皆さん手拍子で参加してくれると嬉しいです。はい、じゃあクマモン行きましょうか。お腹大丈夫？うん、お波が、ね、あるみたいですね。今大丈夫なとこですからね。はい、じゃあクマモン準備よかですか。はい、それでは行きましょう、カモンクマモンミュージックスタート。
バッチリだったね、くまモンね。ありがとうございました。くまモン、楽しい時間はね、あっという間でしたね。はい皆さんね、またね、くまモンスクエアね、遊びに来てくれるとすごく嬉しいです。はいはい、くまモンスクエア3時、あ、3時ね、そう、また3時にね、くまモンステージやってまいりますのでね、ぜひまた皆さん一緒にね、思い出を作ってくれるとね、嬉しいです。はい、数えてるの、早くするだよってしてるのね怖いね、なかなかちょっと絶対来てねみたいなね、感じになってますけどもね、来てくれるとね、嬉しいです。ありがとうございます。くまモン、じゃあ午前のステージはかっこよくね、ご挨拶して終わりにしようと思います。はい、以上、熊本サプライズ、くまモン隊隊長のくまモンでした。ありがとうございました。また3時待ってます。待ってます。最後の手で振ってあげてください。3時だからね、皆さん3時ね、お昼ご飯食べてまたスクールで集合しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。感じだよ。感じだからね。ありがとうございました。またねー。ありがとうございました。ではまた3時にお会いしましょう。以上、くまモンでした。バイバーイ。バイバーイ。体感できる状態